外イワシ目は、甲骨魚類の分類群の一つ。ニア目酸カで構成され、およそ八族三十種を含むグループである。外イワシア目は、熱帯の旋回、底ギスア目は深海に生息する種類が多い。外イワシモ目は、うなぎ目と同じカライワシウア目に属し、レプトケファルスと呼ばれる特徴的な死魚器を経て、成長する。他のイワシウアメ魚類との相違点は、 スターの側線が開いた溝の中を走行することである。唐岩脂目や底ギスア目との関係が深く、分類体系にはばらつきが大きい。外岩脂目全体、あるいは含まれる、か、属の分類上の位置づけは、研究者により大きく異なる。本目全体を外岩脂ア目として、イワシ目に含める場合があるほか、 ソコギスアモクを分離し、独立のソコギス目として分類する体型も存在する。本校では、ネルソンの分類に従い、外イワシアモク、ソコギスアモクのニアモクを含む3か8族について、リストする。外イワシアモクアルバロイディは1か2族5種で、構成される。体型は、ニシンイワシ類に似ており、やや細長い積む形である。 側線の眼下間は前上顎骨にまで伸び、原生の新骨類としては、稀な特徴である。外岩カギス、テラトリサスギス。日本近海の深海底に広く分布する、外岩カアルブリデワニアカニ属で構成され、およそ5種を含む。トカゲギス、オールドロバンディアオフィネストカゲギス科の一種クロソコギス。 ノートカンサス県ブソコギスア目、ノートカントンイディは2か6属、およそ25種からなる。体型はうなぎ型で、おひれを持たない種類が多く、長い尻びれと融合する場合もある。胸びれは、体の高い位置にある。ビブの再生力が非常に強く、トカゲとの類似が指摘されている。レプトケファルス妖精は、例外的に大きく、変態前に2メートルに達する場合もある。 ほぼ全種が深海魚で、主な生息水深は450から2500メートル付近。尻びれを波打たせるようにして、海底直上を遊泳する。一部の種類は、生物発光を行う。本アモ目は、その際立った特徴からしばしば独立の目、底ギス目のオトカンサフォームズとして分類される。タムキソコギス族を、タムキソコギスカリピジェネデーとして扱う場合もある。 トカゲギスカトカゲギスカハロソアリデーは山賊15種で構成され世界中の深海に分布する頭部は上下に平たく立て平たしヘラのように使って海底の泥を掘り起こし餌を捕食する形態学的特徴として鱗が大きくエラ膜が分離し明瞭な背びれを持つことが挙げられるそこギスカそこギスカノートカンサデーには山賊10種が記載される ウルオコは小さく、エラマクは一部あるいは全体が融合し、背びれは、トゲ状が散在するのみである。タヌキソコギス属には、タヌキソコギスリポジェニーズギリ一種のみが所属する。9から12のヒレ状からなる背びれを持ち、独立のトガとして分類されることもある。ありがとうございます。